須だな。起きて、ねえ起きて、起きて、朝だよ。いやあ、おはよう。おはよう。ご飯作るね。うん。できたよ。なんか床ぬるぬるする。え、そう？うん。わあ、すごい。これ作ったの？うん、今作った。すげえ、俺大好きなんで唐揚げ。でしょ？え、これちょっとインスタに写真撮っていい？うん。これは朝から映えてるぞ。でしょでしょ？マジ？すごいね。うわ、すごい。うわ、すごい。いただきます。あ、お水忘れてた。ああ、ありがとう、ごめんね。忘れてた。いただきます。うまい。よかった。おいしい。ごちそうさまでした。その時計すごいね。あ、これ、うん、うん、え、撮っていい？あ、いいよ、あ、撮る。バイトのやつで撮って、バイト。あ、すごい。うわー、すごい。何その機能。綺麗。あ、すごい。めっちゃ映える。あ、そんな感じ。あ、そんな感じ。どれで撮ろっかな。わ、すごい、めっちゃ映えてる。ねえ。何これ、すげえ。綺麗。めっちゃインスタ映えやな、これ。うん。ねえ、今日天気いいしさ、どっか行こっか。うん。ねえ、携帯取って。これ背景も変えられる。そうなんや。え、どんなのそれ。何これ。虹。すごい。なんか夜とかあんの。そう。え、うわー、すごい。こんなん変えれるんや。あー、綺麗。え、綺麗、オーロラやん。うわ、すごい。じゃあ支度するね。うん。準備できたよ。その服初めて見る。嘘。え、ストーリー用に撮っていい？え、いいよ。撮らせて撮らせて。めっちゃ可愛い。撮るよ。はーい。めっちゃいい感じ。じゃあストーリーをストーリーをちょっと15秒我慢して。え、15秒なんかやって。15秒なんかやって。動画じゃないの？え動画？動画、ストーリーを動画、めっちゃいい感じ。じゃあ行こっか。
はい、どうぞお疲れ様でした。今回ですね、はい、シャーミーさん、はい、ちょっとキモすぎて笑っちゃってるけど、ちょっとキモかった。ほんまにえげつなかったね。恥ずかしい。原さんのすごい演技力がすごないですか。いや、びっくりしましたよ。運がすごい。まあ、なんかね。どっか行こうか。うん。じゃあ支度するね。うん。俺の運がこういう人だ。お前やめときよそれほんまに。それで原さんが上手すぎたから、いやキャスティングミスやで。もっともっとポンコツ連れてこない。いや撮ってておもろかったっすもん。やっぱすごい、やっぱ映画の感じでこんなんかな。いや原さんはほんまに、なんかずっとテレビとかやってたから、それで舞台とかもやってたんですか。やってました。いやこれは逆に運だけで下手を強調できるってすごない。これセンスやで。運だけでもう笑っちゃうもん現場が。クライアントがもう帰っちゃったもん。いやー見るの楽しかったです。いやーびっくりしましたね。あの運でクライアント絶対帰ったもんな。そうですね、俺の運で帰ったよな。びっくりしたな。ということで今回ですね、あのシャオミさんの、提供でですね、今回動画撮らせていただいたんですが、9月に発売されました新型のスマートフォン、こちらの PR ということで、今回ちょっとこういった形で僕も新婚を表ることがありまして、何か新婚に重ねた動画撮れないかということで、実際に今僕は奥様と一緒に住んでますので、はい、まあこんな感じやでみたいな、本物の奥様はやっぱ出されへんから、ああ、そうですね、なるべく忠実に再現をしてます。そうなんですか。あ、俺の夢毎日あの運聞いてます。離婚早いよこれ。いや、本当やめとけよお前。あ、本当やめとけよ。なんですけど、一応ですね、これ提供なんで、しっかりですね、携帯のちょっと PR もしたいんですけど、これも動画で使ってても思ったんですけど、結構機能はやっぱりすごいですね。ね。5G 対応で、新しいのも販売されてるんですけど、でまずね、このシャオミーさんなんですけど、世界でもトップクラスの企業で、超有名っすよ。これ携帯会社で、世界第4位なんですよ。すごい。すごないですか。で、これ 5G なんですけど、値段が圧倒的に安くて、約4万円ぐらい。え？安っ。これ10万とかするんちゃう普通。もっとするですね。まあ、例えば他社さんで言うとね。そうですね。それが半額以下だ。わー、すごい。安いでしょ。いや、もうシャオミーさんって言ったら、だって他にもワイヤレスイヤホンとか、スマートフォンとか、他にもいろいろやってるから、ご存知のですけど、製品もこんなにしっかりしてるのに4万円。薄い、軽い、丈夫。だからもう、あれですよ。この後これ10枚で、これカラーワードやりますよ。それでも二度と案件来ないようにしますよ。それか、なんかよく某 YouTuber やってる、早速防水試してみましたで、ほんまに壊しちゃいますよ。入れて壊れちゃうっていう事故のやつやっちゃいますよ。無駄にしないでください。無駄にしちゃいますよ、ほんまに。で、動画の中にもあったんですけど、AI、スカイスフレーティング。わかるわかる、見てるやん。何が全然横目ちゃうで、顔見てるやん。誰が俺がバンになった時の謝罪動画の時のカンペ見てるのやつやねん。違うよ。もう顔いったらわかる。あの時はパソコンじゃん。パソコンここに置いてたやん。それですいませんね、なんかバンされましてって。あの時パソコン置いてたよ、ここに。いや、でもだから空のやつ。いや、空のやつ、さっきの。まあ今多分映像流れてると思うんですけど。あれびっくりしたな。あれはすごいですよね。携帯の機能としてそれがあるっていうのは。偽装できるレベルっすもんね。ちょっと悪い気がするよね。そのぐらい。朝と夜。いや、そうですね。あんたまだ来んのっていうので、全然既存できるというか。そのぐらい綺麗よ。で、ほんまにそうやんな。はい、やでーみたいなこと言える。旅行行ってるとワンチャン行けるじゃん、本気出したら。ほんまにいいですね。オーロラなんかだって日本ではないですから。はいはい、で、ほんまにちゃんとアラスカ来てるで、とか。バリバリ京都行ってんのに、愛人と。アラスカやで、今。やめてくださいよ、マイナスなことで使う。ですね、そう、例えばですよ。例えばね。で、あと次あったのは、デュアルカメラ。これすごいね。いや、あれびっくりしたな。綺麗でしたね。あれはすごい。なんやろな。電話で通話するときでも。いや、あれ YouTuber めっちゃいいっすよ。うん、その街行って自分映しながら街映してみた。あ、じゃあ俺が発想したことにするから、もう一回取り出すわ。ちょっとクライアントさんに「ラファエルやってるな」と「ラファエルしっかりやってるな」ってクライアントさんに見せなきゃあかんから。確かにやらない。でもストーリー、例えばインスタのストーリー用とかでも全然普通になんかこの特にカップルとか夫婦なんかやったら、なんかその感情を出せるというか、こっちも向こうもっていうのはいいよね。だからサムネとかもめっちゃいけるっすよ。いけるな。自分としながらこうやって外とか。何おもろいね。新しいですよね、あれは。そうですね、お茶を食べますと。遊べる。縦、映像縦でしたら横でやっても縦割りしますから、横でもできるんですよ。それはすごい。で、なんか映えてたのが、万華鏡カメラ。あ、綺麗でした。あれは映えてましたね。インスタとかで上げるときにも、今まで撮った写真でも、なんかあれでちょっと変えるだけで、写真撮る下手でも。内蔵されてるのすごいですね、確かに。うん、そう、それやな。あれ、ラファさんを撮りながらやってたんですけど、仮面の時すごい面白かった。ブスって言いそうだった。
千原さんってね、白谷してると過去一ね、うちの動画でね、評判がいい女性なんですよ。いや、ほんまに綺麗っす。評判がいい。もうここは気合い入れなあかんっていう案件やったから、うん、もう絶対原さんじゃないとあかんなってなったもんな。みんな大好き、原さん、うん。みんな大好き、原さんやから、うん、ほんまに。ありがとうございます。準備になってください、うちの。ぜひ。ぜひぜひ。そんな簡単に？いや、絶対嘘。すぐ来ます。嘘やんな。ちょっと俺らのこと嫌いや思うで。なんで？ぶっちゃけ俺らみたいに人種のことだ。多分ね、動画の中なかったんですけど、4K タイムラプス。はい、これなんですけど、まあ多分今映像流れてると思うんですけど、なんていうんですかね、まあ見たことあると思うんですけど、すごい長い映像を撮って、それをなんかめっちゃ短くして、ギャーってやるみたいな。うん、ちょっと説明めっちゃ下手でしたけど。映像があるんで大丈夫だと思います。で、4K がそれできるってことですね。できる。すごいな、4K は。いろんな機能があるから、それ、こんだけだって4万円だったら、もう今日、ほんまに、今日はこういう構成なんで、はい、このカメラで撮りましたけど、うんうん、ぶっちゃけこれで全然いけるもんな。サブスクしても全然ほんまにいけるよな。いけますね。もう YouTube なんか全部、あ、この、ここの系で撮れますからね。そっか。そのクオリティじゃない。これちなみに4800万画素なんですよ。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。だから 4K ですから全然いける。もうほんまにこれで撮っても今日よかったもんな、はい、全然なんで撮らんかったんかっていうのはもう不思議やな。不思議。これはほんなら不思議なんですよ。これが分かんないですよ。そうですね。なんで今日これで撮らんかったんか、なら不思議ですね。撮ればよかった。今変な話、デュアルやつやったら凸とかもできますね。変な話やめて。凸とかメントスコールとかできるかな。しながら。ほんまや、はい、お前メントスコーラやってください。できるな。なあ、っていうことやもんな。そういうことですよ。お前はっていうか、なんかそういういろんな撮り方が、今までちょっとなかったですから。想像力が広がる。確かに。まあでも偉いもんでね、こんだけ大人おってね、はい、一流大学出たエリートとかクライアントとかね、はい、まあいろいろいてね、はい、誰もこれで撮ろうってならなかったからね。最後までやっぱりね、心残りでした。なってるって。実は、撮ってたのもずっとこれでしたっていうのは一番おしゃれですけど。確かにそうですね。こんなにみんなね、賢いしょってね。全然いけたのにな、ほんまに。ちょっと心残りやな。